はいどうもボディゾンです。今回はねリネージュ2レボリューションのゲームのねデータ引き継ぎについてなんですけど、まずこの機種自体がAndroidなんで、まあそのゲームデータを他の機種に引き継ぎたい場合ですね、右上にあるこの鎖のマークを、タップしていただくと、はい、このように Google で引き継ぐか、もしくは Facebook の方で連動させて引き継ぐかっていうね二択が表示されるんですけど、この Google で引き継ぐ場合のね注意点なんですけど、まず最初にゲームデータを作る前に連動させてないと、新しいデータをねここで読み込んじゃって現在のゲームデータが消えてしまうっていうね一大事なことがね起きてしまうんで、まあ、Google の場合は Google Play で、ここが iOS の場合は多分ゲームセンターっていうやつだと思うんですけど、もしねまだ連動させてなくてゲームデータを作っちゃったよっていう人は、ぜひともねこの Facebook の方を未連動って書いてある方をタップしていただいて、はい、このようにね連動済みになってから新しい機種にね移行していただくっていう形になります。で、なぜこっちの Facebook の方がいいかというと、 Android から iOS に移る場合、 iPhone に移る場合でもこれが適用されるんですね。Google の方で連動してしまうと iPhone に移った場合ですね、こちらの対応ができなくて現在のゲームデータを持っていけないっていう状況になるんで、iPhone から Android に移る方も Facebook の方だけを連動させていれば、その現在のデータを別の機種にね持っていくことができるんで、ぜひともね、Facebook の方アカウントまだ作成されていない方は作成していただいて、こちらでね連動させることをお勧めします。はい、というわけで今回はリネージュ2レボリューションのねゲームのデータ引き継ぎに関するお知らせでした。またねー。